経済学の学位を授与する。卒業生 A。 いわき市の東日本国際大学といわき短期大学の卒業式には合わせて250人の学生が出席し、門出を祝いました。緑川理事長は、失敗を恐れず失敗を糧にしてほしいと激励の言葉を送りました。奨励校の見学の精神、義を行いもってその道に立つ、人間力を身につけ、人や社会に対する思いやりを大切にすることを忘れることなく、新たな一歩を力強く踏み出してまいります。これからはしっかり社会人の自覚を持って、親に感謝しながらしっかりこれから頑張っていい大人になっていきたいなと思います。卒業生たちは来月から社会人としての生活をスタートさせます。